みんなが来れる時じゃないとちょっと嫌だなと思って、できてね、よかった。結婚式さえ挙げることができなかった自由のないコロナ禍の2年余り。今年のゴールデンウィークはようやく行動制限もなくなり、久々に家族で出かけたという人も多いのではないでしょうか。今年は〇〇やってみた、県内各地で行われたあれこれをドドンと一気に見せちゃいます。うまい。ゴールデンウィーク初日はあいにくの雨。しかし道後は雨にも負けず、土産物店や郷土料理の店は観光客で大にぎわいです。鯛めしは食べられました？食べてきました。いかがでした？美味しかったな。中盤の今月4日も道後温泉アートの現代アートに彩られた街並みには観光客の姿があふれます。昨日は尾道からサイクリングで今治まで来ました、ね、初めて入ったんですけど、ちょうど温度がちょうど十分に合ってて気持ちよかったです。いや、お風呂はもう整理券いっぱいになっちゃったので、なんか見学だけできることになって、見学だけやってから帰ります。旅館やホテルは期間中ほぼ満室が続き、道後にコロナ禍前の光景が戻ってきました。絶好の行楽日和となった先月30日の早朝、久万高原町に突如巨大なみきゃんの顔が出現しました。はい。綺麗よ、遠くまで見えるよ、愛ちゃん。実はこれ四国で初めて定期運行される熱気球なんです。スキー場を経営する久万高原開発が、暖冬やコロナの影響でスキー客が大幅に落ち込む中、新たな観光スポットを目指し準備を進めてきました。楽しかった。楽しかった。怖かったね。ボーボーって音が鳴るたびになんかこう怖がってましたね。次ジージバーバのところ行くか。ジージバーバと乗りたい。地上30メートルの高さから満喫する久万高原の自然はまさに壮観です。今年のゴールデンウィークはコロナ禍で各地で中止が続いていた行事が3年ぶりに復活しました。ちょっと回してこの辺でもそこに来てこるけん。今月3日、松山市北条地区の港で朝早くから行われていたのは、3年ぶりの開催となる地域の伝統行事、貝練りで使われる船の飾り付けです。久しぶりだ、本当に3年ぶり、ちょっと若くするのか、ね、ブランクを感じさせない慣れた手つきで準備を進める保存会のベテランメンバーたちも、本番を前に徐々に緊張が走ります。そしていよいよ北条鹿島祭り貝練りのスタートです。笹や提灯で飾り付けられた船の上では、地元の小学生らが鐘や太鼓の音に合わせて勇ましい踊りを披露し、観客らを魅了しました。初めてです。やっぱり船の操りとそれを上手にあれ、前でこう踊りよる人がね、舵を取りよる人が上手やったと思います。貝練りでバランスを取って踊れてるところがすごいなと思います。やったことはないですけど、やってみようかなと思います。縮小版だということでね、舞踏を取りましたが、予想外の人手があったと思っております。貝練りは戦国時代からの継承で、今までこうやっとるのをなんとか
次世代に引き継げるよう願っております。新居浜市の一宮神社境内には力強い太鼓の音と子どもたちの掛け声が響きます。こちらも3年ぶりの運行となった子ども太鼓台です。先月30日、久々の運行を前に太鼓台の組み立て作業は仕上げの最終段階に入っていました。太鼓を組み立ててます、まあ、楽しいです。太鼓台好きですか？大好きです。次の世代に伝統を継承しようと毎年5月に運行される子ども太鼓台、コロナ禍で2年連続で中止されましたが、今年はついに全40代中20代が3年ぶりの運行を決めました。組み立てにあたる大人たちの手にも力がこもります。もう太鼓自体にも触るのも、まあ、本当に久しぶりな部分はあるの で、 そうです、ね、心がまあ、ワクワクするというか、子供らに、まあ、楽しんでもらえるような、子供太鼓台の運行になればいいかなというふうな。頑張るぞ。小さいながらも金糸銀糸をまとった勇壮華麗な太鼓台の前に、見物客からは大きな拍手が送られました。太鼓台すぎ子供太鼓初めてだったのでとても緊張していて、でも楽しいです。6年になって最後に、まあ、こういう風に太鼓できたので、まあ、良かったかなと思います。先月30日、コロナ前のにぎわいを取り戻した道後に1年半越しの思いを叶えた一組の夫婦がいました。宇和島市の土井和樹さんと妻の美咲さんは当初おととし10月に挙式を予定していましたが、コロナの感染が拡大する中、県外に住む家族が参加できなくなり中止に。去年9月に延期しましたが、今度は長男律樹くんの出産と重なり再び延期していました。ようやく迎えたこの日は、本人たちはもちろん家族親族みんなが待ちに待った晴れの日です。生後9ヶ月の律樹くんも参列する中、式は厳かに進みます。続く指輪の交換では、新郎和樹さんが指輪の取り出しに少し手間取る場面もありましたが、愛を誓った指輪は無事2人の薬指で輝きました。良かったですねどうですか、緊張されました？そうですね、ちょっとここまでは全然緊張せんかったんですけど、ここに来て少し緊張しましたね。顔が引きずっとってそうよね、綺麗綺麗です、すごい妹が綺麗だなと思います。感無量です。まあ、今回もちょっとコロナ結構多いんですけど、まあ、なんとか感染対策しながらできること嬉しく思います。できないかなって半分諦めてたんですけど、とても良かったです。はい、では行きます。そう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 、はい、もうみんなが来れる時じゃないとちょっと嫌だなと思って、もう本当にもうほっとしたの一言ですね。もう終わって良かったって感じ できて、ね、良かった。元気だな。3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークで賑わった県内、大好きな人たちと当たり前に晴れの日を喜び合える幸せがありました。うん、
やっとできた結婚式、そしてお祭り行事とか、このあたりの恒例光景が戻ってきてほっとしたなと思った。そうですね、ゴールデンウィークですね。はい、もう本当にできなかった2年の分、やっぱり思いもこもった、うん、今年本当時間だったなとも感じました。来年はまたこれが持続することを本当に願うばかりです。はい、